えーとそれではもう早速いきたいという,ふうに思います伊藤さんそれではよろしくお願いしますいきましょうはい、はい、最初のテクノロジーはですねムービングスティルスっていうものですでこれは例えばあのプロモーションビデオとかデモビデオを作るときにあのクライアントから素材をもらったりしますよねあるいは自分で探したりあるいは自分で作ったりします そういう時に時間がなかったり予算がなかったりして十分な素材が集まらなかったりそういうことはあると思うんですけれどもそういう時に便利なテクノロジーです例えばこういう写真があったとしますでこの写真をねちょっとビデオにしたいそういう時にあのよく使うテクニックとしてはこんな風にあに鍵盤エフェクトでですね少しずつズームしたり パンしたりそしてあの時間を少し稼ぐっていうことをよくやると思うんですけれどもでこれはこれで、ね、いいと思うんですけれども所詮あ写真ですよね1枚絵ですよねそういう時に、えー、役に立つ技術になっていますでこれがプロトタイプなんですけれども同じ写真をここに、えー、読んできましたここでこの「アニメイト」っていうボタンをクリックするとですねあっという間にお<ー>あっという間にねマジ この中にドローンのね飛ばしてえ映像を撮ったようなまるでそこに進んでいるかのような映像が簡単に作れます。これ別にねあのデプスデータとか奥行き情報がある特殊な写真じゃないんですよ。ただの一枚絵で,でしかもあの制限がなくて何メートルから何メートルまでしかダメっていうんじゃなくてこんな風に遠くの映像までちゃんと動くと。これ確かにあのズームするだけじゃなくて 例えばズームアウトしたりあるいは下から上がっていったり、えー、っていうことができますで他にもね映像を持ってきましたけども画像ですね画像を持ってきましたけどもこれはサンフランシスコの映像あ画像ですねでこれをアニメーションさせると<ー>こんな風に飛んでる飛んでる まるで本当にドローンを飛ばしたかのようになりますね。やばいでこれも下から上に上がってみましょう。おそうだあれどうやってんのこれで波がね止まってるでしょだからこれがあの映像じゃなくて画像だったっていうことが分かると思うんですけれどもだあるいはこの斜めに飛んでみましょうか、えー、リアルですよねこれね風景だけじゃなくて、えー、ポートレートなんかでもできます。 これですけどこれをやるとこんなふうに彼女の方に寄っていったりすることができるとでもこの寄り方ちょっと違いますよねこれこれあのー、画像のねデフォルトでは画像の中心に寄っていくようになってるんで、えー、この感じだとあの顔から少し、えー、ズームするとこがずれてますというわけでちょっと直してみましょうここで直せるんですけれどもこんなふうに自由に直せるんですけれどもここでは 全画面から彼女の顔に向かっていきたいのでここをちょっと調整しますそしてここのボタンを押すと彼女の顔の方に寄ることができました、えー、それでここにいる皆さん多分あのフォトグラファーとかビデオグラファーだけじゃなくてアーティストで絵を描く人いるんじゃないですかいますよねでそういう人自分の絵の中にドローンを飛ばしたいと思ったことはないですか僕あの コンセプトアートを時々書くんですけれどもこれが書、えー、いてきたコンセプトアートなんですけれどもこんな絵でもねこんなふうに寄っていくことができるんですよ、えー、まるであの雲の上を飛んでるようにもちろん下から上にいくこともできますでこれねあの色がついてなくたっていいんですよちゃんとねあのパースが取れていればこんなふうに鉛筆の画像でもこんなふうに 絵の中でドローンを飛ばせるこれはパンしたいですよねこんな感じで映像をというか画像の中であの映像を撮れるそういうことができるようになっていますでもう一つ読んでいきましょうかねもう一つも僕が書いたコンセプトアートですけどもこんな風にこの街の中に入れるとうわすごい これが、えー、ムービングスティーズでしたはい拍手これ作ってほしいよね絶対じじ実現してほしいな先生作ってますから今あんまり待ってますよはい。はいはい、これねあのー、振動情報がないというのはすごいポイントですよね、うん、そうですね普通の絵で普通の写真だったり普通の絵でそういうことができるんで絵の時はねちゃんとパースが取れている必要があるんですけどね パースがポイントやねパスがポイントですねアドビ先生がやっぱり働いてんの奥でアドビ先生は多分働いてますね働いてんだ <laughs> 恐ろしいね